クラウディア・ペヒシュタインは、ドイツ・ベルリン出身のスピードスケート選手。オリンピックでは5000立方メートル連覇をはじめ5つの金メダルを獲得、スピードスケート女子長距離界の第一人者である。1972年、ドイツ民主共和国先ベルリンで生まれる。1992年、アルベール・ビル。1994年、リレハンメル。1998年、長野。2002年。 ソルトレイクシティ、2006年トリノと5大会連続で、冬季オリンピックに出場。そのすべての大会でメダルを獲得している上、リリハンメル以降は4大会連続で、金メダリストになっている。なお、冬季オリンピックにおける3連覇は、フィギュアスケート男子シングルのギリスグラフ・ストローム、同女子シングルのソニア・ヘニー、同ペアのイリーナ・ロドニナ、ノルディック複合個人のウルリ・ヒベ・リンク、 スピードスケート女子500メートルのボニー・ブレア、リュージュ男子一人乗りのゲオルク・ハックル、そしてペヒシュタインの7人だけである。しかし、2010年バンクーバーオリンピックは、ドーピング違反による2年間の資格停止処分を、国際スケート連盟から受けたために出場することが、できなかった。ただし、後に、ドーピングではなく、遺伝によるものであるという診断を得ている。 2011年2月に競技へ復帰。復帰早々同年3月の世界距離別選手権で銅メダル2個を獲得した。2014年に行われるソチオリンピックへの出場を目指し活動した。2014年ソチオリンピックに出場し、3000メートル女子スピードスケートにて4位入賞を果たす。2018年ピョンチャンオリンピックにも出場。 大会中に46歳の誕生日を迎え、出場した全選手の中で最年長の選手であった。女子3000メートル、女子5000メートル、女子団体パシュート、女子マススタートの4種目に出場し、女子5000メートルで8位入賞、女子パシュートで6位入賞を果たした。ありがとうございます。